いやもうサッカーに夢中になってる間にとんでもない方法がどんどん取ってくっていうね。そうですよね。すごいですね。なんとなくね、多分ワールドカップが終わった後の感じって終電で酔っ払って電車で居眠りして、うん、気がついたら自分の降りる駅過ぎてたみたいな。呪術家の菅野保さんです。菅野さん、おはようございます。おはようございます。今朝はどんな話題ですか？結局ですね、はい、あの森友事件で、うん、公文書改ざん、ああ、公文書変造について、はいはい、財務省関係者をすべて不問に付した、うん、大阪地検特捜部の、はい、部長さんは函館この事件の検事選に栄転されました。あ、すいません、それ知らなかった。斜め上の出世ですね。はあ、なんでしょうね。何なんでしょうねと思ってたんですが、昨日ですね、いろいろ見てたら、那覇地裁でですね、うん、面白い裁判がありまして、偽造誘引公文書作成等行使の罪で、うん、沖縄県宮古市の宮古島市の、うん、市の職員が、執行猶予3年懲役1年6ヶ月の判決が下ったっていう事件があったんですね。でこの事件がすごく面白くて、この有罪判決を下った担当職員は、はい、市内に横行する不法投棄を、管理監督する立場にいた職員だったそうです。で、市の職員として市の議会に、市は今頑張ってこんなに不法投棄を頑張って撲滅してますよと、うん、業者に委託したらこんだけのゴミを回収しましたと、はいはい、不法投棄の再発防止に努めていきたいという説明をしてたわけですね。でしかし実態はそんなに不法投棄集めてなくて、ゴミの計量表っていうものがありましてね、計量表、はい、ゴミがどんだけ集まったと、市に対しては市議会に対してはこれぐらいこんなにたくさんゴミを拾ってきましたって言ってるんですけど、本当集めてきてなかったんで、伝票をごまかしちゃったんですね。その偽造ね、それがね、偽造しちゃったんです、はい、これが動機はですね、市議会の報告よりも実際に回収したゴミが少ないことが発覚しないように、はい、虚偽の計量表の写しを作成して議会に提出したってことです。なんか森友学園のどっかで聞いたことある。なんかね、土地中に埋まったゴミの話、なんかちょっと似たものが感じますね。どっかで似た話ですね。でまたその動機がですね、うん、議会の追及が怖いんでやっちゃいましたって言ってるんです。はあ、似てるな。で判決は懲役1年6ヶ月執行猶予3年と、これ結構重たい判断ですね。でこれ宮古島沖縄ですね、はい、沖縄で普通の話が通用するのになんで東京で普通の話が通用しないんだって話だと思うんです。あ、それを言いたいんですね。これね、ただね、その、まあ、一番最初その森友事件で、財務省関係者を全て不明に付した、特捜、部長がこの検事正に斜め上に出世したという話して結構絶望 を感じるような話が多いのかもわからないんですけども、この宮古島の事件もですね、実は露見してたのは2015年なんですよ、うんうんうん、で、ただ宮古島の市役所もわけが分かんない判断下してて、2015年の7月に発覚したにもかかわらず公文書偽造がありましたっていうことを表に出したのはその年の8月の下旬なんですね。でしかも、それを公表に踏み切ったのはこれも国会と全く同じで、地元メディアとか市議会議員の追及で虚偽文書作成が濃厚となったから、じゃあ追及がなきゃ分かんなかった、追及がなきゃ分かった、発したで、ね、でそれが発表した後もこれもね、財務省と同じような対応をしてて、うん、この公文書変造をやった人に対して宮古島の市役所が下した判断は、減給 10% 6ヶ月っていう処分だけなんです。でさらに驚くべきことに、はい、この判決が出る日までだから3年弱、うん、この判断が出た後もこの職員は同じ業務を担当し続けてたそうな
ほう、なんだそれは。で、今回これ公判開かれたわけですけども、公文書偽造の事実が明らかとなってるにもかかわらず誰も告訴しようとしないと、いうことで市議会の議員さんとか宮古島の市民の有志の方が那覇地検に告発したっていうことがそもそもの裁判の始まりだったんですね。ってことはやりやりできるんですよ。まあそういうことですよね。明らかにこういう罪があるのにもかかわらずなぜやらないんだということをやればいいっていうことなんですね。市民や議員さんが諦めなきゃ話は前に進むってことなんですよね。でこれ前回もちょっとですねお話ししたんですけれども、みんなもう言ってもしゃあないよねと思っちゃってる、ちょっと諦めてしまって、ね、諦めてるんですよね。もうしょうがないかっていう、なんかそういう感じなんですかね。これね、学習性無気力っていう言葉があるんですよ。何やったって無駄だっていうことをね植え付けられるっていうのがあって、これどういう時に言われるかっていうと、よくDV の被害者の女性であるとか、5歳6歳の子供だったらまだ別ですけども、結構な大人に大きくなった子供でも親の虐待から逃げられない子供とかっているじゃないですか。あるいはもっと極端な例でいくと誘拐されて監禁されて何年間も監禁された女の子とか、そういう人が陥る症状を学習性無気力っていうんですけど、何やったって無駄だから従順に従っちゃうっていう。でこれ恐ろしいのはですね、学習性無気力って自分が被害者じゃなくても発生するんですね。自分の身近に隣に被害者がいるときに学習性無気力、自分も学習無気力であることを学習しちゃうんです。無気力を学習する、やったって無駄だってことを学習しちゃうんです。身についちゃうね、自然と。で あらゆるひどいこと暴虐が近くで起こってて、それに対していちいち怒る癖をつけていかないと、知らず知らずと学習性無気力に陥っちゃって、とんでもないことが起こってももう誰も怒る人がいなくなっちゃって、最後カタストロフィカルな結末を迎えるってことは僕たち歴史の中で何度も経験してるわけですから、これいつでも言ってますが、青臭いって言われても怒り続けるしかないんですよ。どうせ言ってもねっていうふうに思わないようにしないといけないってことですね。この間の加計さんの記者会見なんてみんな嘘ついてるの分かってるじゃないですか、あいつ嘘つきだねって怒る人さえいないわけですよね。むしろ世の中に蔓延してるのはなんでこんな嘘つくのって怒ってる人に対して言ったってしゃあねえじゃねえかって指差して笑う人の方が多いですよね。確かにね、もう諦めですよね。似てるね、その構図も。それはね絶対ダメなんですよ。そうね、本当ダメなんです。かっこ悪いかも分かんないけども、いちいち怒っていかないと、だって普通っていうスタンダードがそのレベルに落ちていくってことですよ。確かにね、そうですね。それは恐ろしいことですよ。そうそう、それは恐ろしいことです。でその恐ろしいことをがどん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 進んでいくと、いつでも言ってますけども、最終的には1945年8月15日ってのは破局が来ちゃうわけですから、やっぱりね怒り続けるっていうのはもういつも同じこと言ってて本当恐縮なんですけども、めちゃめちゃ重要なんです。はい、国民の生活が第一なんて政治はですね、私は間違ってると思います。今私たちが生きているのは私たちの今の生活だけが大切なんじゃなくて、先人から引き継いできた国民主権、基本的人権、平和主義、この3つを出さなければですね、本当の自主憲法にならないんですよ。長瀬の人に個人の権利、個人の権利、個人の権利、分かってないかと、そこはまさにそういうもっと大きなものを守るために個人の権利を抑えて今はこうですよっていう、だそういう意味での憲法にそういう精神も規定もないから余計弱いんです。確かに今回私は交付すべきだと、でも憲法にそういう緊急事態条項とかあればもっと多分の経緯に
緊急事態をあの法律に基づいても発令できたのかもしれない。みな18歳で国防の義務ということとセットになっています。そうでしょうと、つまり、この国を守る義務があるから主権者の、としてのですね、権利行使、最大の権利行使であるこの選挙権投票権を持っていると、まあ、こういうことになっている。それを翻って国内に当てはめてみますとですね、まず問題は、その国防の義務というものがですね、日本の中であるのかと。でこれは憲法には全くそういうこと書いてませんけれども、まあ、書いてあろうがなかろうが当然、この日本人が主権者とするなら主権者が国防の義務がないなんてありえないわけで、まあ、とにかくそういうことが明文規定としては書いてないというのはかなり私は問題だと思います。新しい協力の方には目標を、協力の目標を新しく書き込みます。例えばその中には愛国心を書き込みます。学校において国のために命を懸けてやったのかバカだと勉強を教える先生たちがいます。しかし例えば昨年 の東日本大震災において南三陸の女性職員は一人でも多くの住民を避難させようと最後までマイクを握って津波に飲まれた。彼女が教えてくれたことは損得を超える価値があるということなんです。損得を超える価値とはそれはかけがえない祖国を守るためなんです。愚か者だけど愚か者で終わらない。